名古屋河村隆市長、不正署名を刑事告発へ、大村秀明リコール運動。本日までに愛知県の大村秀明市に対するリコール署名において、大量の不正な署名が発見された問題で、昨日名古屋の河村隆市長が、不正署名を 刑事告発する準備を進めていると明らかにいたしました。こちら、なぜこのような問題が起こったのか、真相を解明する必要がございますので、このような刑事告発だけではなく、民事的な対応も検討していただき、この不正署名の真相を 徹底的に速やかに明らかにしていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。